今日は、広島牡蠣が入りました。牡蠣の、土手鍋にします。住屋さんの大好きな糸こんです。ネギを、はい、本来は土手鍋はここの土鍋の縁に味噌を塗って溶かしながら食べるんですが、それですとちょっと少なすぎるので、もう溶いちゃいました。で、今日のか広島の牡蠣はこの間の播磨の牡蠣と違って貝柱がしっかりしてます。小さいですけど、あまり入れたくない玉ねぎを、つねやちゃん好きなんで入れさせていただきやす。牡蠣入れます。はいはい、あんまり余計入れてくださいね。はい、あんまり余計入れると沈みますんで、はい、これぐらいにしておきます。はい、他の野菜は大丈夫です。しいたけ、糸こん、はい、ネギを多めに、白菜と、はい、豆腐をあげます。はい、牡蠣はあまり煮ると小さくなりますんで、はい、全部出してください。はい、これぐらいで、はい、塩、牡蠣の塩、何言ってんの、塩の味が、塩が、締めにうどんです。味噌煮込みうどんになります。省いた時はこれに限りますね。はい、入れてください。はい、はい、入れますよ。いいですか、熱いですよ。締めはどうですか。どう、美味しいですよ。こぼさないようにお願いします。いい顔お願いします。はい。美味しいでしょうか。美味しいです。はい。よかったですね。はい。